それではただいまより、クラウドネイティブにセキュリティを活用する API を連携して実装する方法と題しまして、トレンドマイクロ株式会社セキュリティエキスパート本部プリセールス s e 部シニアエンジニアリング岩瀬ゆき様よりご講演いただきますどうぞ皆様盛大な拍手ででおお迎えくくださいいいそれではよろしくお願いいたし願たます。 皆さん、こんにちは。本日はたく,さんたくさんあるセッションの中からトレンドマイクロのセッションにご参加いただきまして誠にありがとうございます。私はトレンドマイクロ株式会社でプリセールスエンジニアをしております岩瀬ゆきと申します。本日はよろしくお願いいたします。 このセッションでは16時までのお時間をいただきましてまず AWS の環境におけるセキュリティ対策のポイントをご紹介しますでその後にそのセキュリティの実装に関して実装と運用について API を用いて自動化する方法についてご紹介をしていきます大体15分から20分ぐらいずつご紹介できればというふうに思います それではまず初めに AWS におけるセキュリティ対策の考え方で最も基本的で重要な考え方としてこちらの責任共有モデルというのが挙げられますこちらもすでにご存知の方も多いかなと思うんですけれども下の方ですね物理的なデータセンターやサーバーネットワークといったクラウドの基盤となる部分については AWS が責任を持って強固なセキュリティを施してくれています しかし、その上のレイヤーですね、緑色の部分、OS やミドルウェア、アプリケーションといったユーザー側で利用する部分については、セキュリティ対策もユーザーが自分自身で責任を持ってあの施しておく必要というのが出てきます。もう少し具体的に見ていこうと思います。こちらも皆さんご存知の OSI7 階層の図になっているんですけれども、 左側から攻撃者がサーバーをめがけて攻撃をしてきていますがこう一言でサイバー攻撃といってもその攻撃の手法によって狙われているサーバーの,、えー、とサーバーの層階層は異なってきます先ほどの責任共有モデルで考えると下の2階層は AWS によるクラウド基盤の保護範囲となりますただその上のレイヤーについてはすべてユーザーの責任範囲ということになります このように AWS 環境を使うから何もセキュリティ対策はしなくても万全だというのは間違っておりますのでインスタンスを使うときには適切なセキュリティを対策をしていく必要があります今ご紹介したようなユーザーの責任範囲のセキュリティ対策こちらをまとめてご提供できるツールとして本日はトレンドマイクロのディープセキュリティという製品をご紹介します ディープセキュリティはそれぞれのインスタンスにインストールするタイプのホスト型のソフトウェアになっていてサーバーのセキュリティ対策に必要と言われているようなセキュリティ機能5つの機能をまとめてご提供できるオールインワンのセキュリティ対策ソフトウェアになっています具体的には下の方の表に書いてある5つのセキュリティ機能ファイアウォール侵入防御セキュリティログ監視 変更監視、不正プログラム対策という5つの機能があるのですが、今回はその中でも AWS 環境で特に多く使われているこちらの侵入防御、IDS、IPS 機能について細かくご紹介をしたいと思います。 で脆弱性の対策というと通常はベンダーから提供されるセキュリティパッチを適用することで対策をしていると思いますが皆さん迅速にセキュリティパッチの適用はできていますでしょうか結構本番環境で稼働しているサーバーへの適用はなかなか実際には難しくてですねよく年末年始にまとめて適用しますとかそういうお客さんもいらっしゃると思いますその間そのセキュリティパッチを適用するまでの間 サーバーは無防備な状態でさらされてしまっている状態になりますただここでディープセキュリティの IDS ・ IPS 機能を使うとベンダー提供のセキュリティパッチを適用できていない間も脆弱性からサーバーを保護してくれますイメージとしてはこの OS のネットワークのレイヤーで入ってくるパケットをすべて監視を行いましてその監視をしている中で脆弱性を継く攻撃パケットがあればそれを破棄するという動き方をします 今出ている図のように、この OS オペレーションシステム層に脆弱性の絵があるんですけれども、そこの、そこに脆弱性があっても、その前段のネットワークで攻撃をブロックできます。で、今、この機能には2つの特徴があるので、それをご紹介したいと思います。1つ目が、今出てるんですけど、システムへの影響は最小限というところです。こちらは、通常のセキュリティパッチと違って、OS やソフトウェアのコードは書き換えません。 なので他のアプリケーションの影響は極力抑えることができます。なので脆弱性が見つかったらすぐにルールを適用して保護を開始することができるというポイントが一つ目です。続いて二つ目、IPS ルールが数多くの OS やアプリケーションに対応しているという点です。 こちらは Windows や Linux といった OS だけではなくて、例えば Apache とか Adobe とか PHP といった数多くのアプリケーションに対応した IPS ルールを Trend Micro から配信を行っています。また、現在ですと大体5000個以上の IPS ルールが存在しているんですけれども、その中からどのサーバーにどのルールを適用したらいいのかという判定ルールも自動的にできますので、 脆弱性管理工数の大幅なな削減が可能になっていますルールのチューニングの自動化についてもう少しご紹介をします例えばここにウェブサーバーとデータベースサーバー2つのサーバーがあるとしますそれぞれのサーバーでインストールされているアプリケーションや OS は種類が異なっていますので存在する脆弱性もバラバラになっています そこでディープセキュリティでは推奨検索というものを行いますそうするとそれぞれのサーバーに存在する脆弱性を今出た真ん中に出ているような情報を元に判定をします例えば Web サーバーでは古いアパッチが動いているデータベースサーバーではパッチが未適用の SQL サーバーが動いているといった情報を判定を行いましてその結果それぞれのサーバーにそれぞれ必要なルールっていうのを自動的に適用していきます 実際に攻撃を防御するまでの流れを見てみましょう。右側のインスタンス、今2台あるんですけれども、Linux マシンと Windows マシンがあります。でそれぞれアパッチストラッツやフラッシュプレイヤーの脆弱性が存在しています。Deep Security がそれぞれの脆弱性に対応する IPS ルール、仮想パッチを適用します。これによって攻撃者が攻撃をしてきても、脆弱性が届く前に、 攻撃パケットは破棄さされれてインスタンススタ保護されます。こういった流れになります今ご紹介した IDSIPS 機能のように DeepSecurity はそのインスタンスのセキュリティレベルを高めるといった機能が備わっているんですけれどもそれ以外に管理面でも AWS とすごくフィットするポイントが3つありますのでそれをご紹介しますまず1つのモジュールで多層防御が可能という点です セキュリティの考え方として攻撃者が企業が守りたい情報にこう到達するまでの間こちらに複数の防御のポイントを設定しておくことが望ましいというものがあるんですけれどもこれをディープセキュリティではファイアウォール、IDS、IPS、ログ監視、ウイルス対策、変更監視という5つの壁をまとめて設置することができますのでもし最初の壁が破られてしまったとしても他の防御のポイント こういったところで攻撃を検出することができますこれが多層防御のメリットになっています続いて2つ目のポイントですセキュリティ対策を施す場所についてのお話になります この例では IDS、IPS を挙げていますがオンプレミスと同じ考え方でいくと通常 IDS、IPS ってネットワークの入り口の部分にインライン型で設置をするというケースが非常に多いかなというふうに思いますがクラウドの環境で実装しようとするとどうなるでしょうか例えば企業の商品がテレビとかでこう放送されてウェブアクセスが急増した場合を考えてみます。 ウェブサーバーの負荷が高まると同時に AWS の便利な機能であるオートスケーリングでウェブサーバーはスケールアウトをすることができますただこの場合に前段にある IDS、IPS 側がボトルネックになってしまうという課題が発生しがちですでこのようにゲートウェイ型の IDS、IPS を導入する場合にはあらかじめスケールアウトを考慮した設計が必要となってきます また、IDS、IPS 自体が単一障害ポイントとなってしまう可能性が出てきます。それ,でそれを回避しようと思うと、結局、その IDS、IPS のインスタンスを増やして複数台置いておく必要があるということでコストがかさんでしまうという課題が出てきます。こうした課題を解決するために、これのマイクロとしては、クラウド環境ではインスタンス1台1台に対策を施すホスト型の セキュリティ対策っていうのを推奨しています。ホスト型のセキュリティ対策を導入している場合には、先ほどと同じようにこうやってウェブアクセスが増えて、オートスケーリングによってウェブサーバーがスケールアウトした場合でも、それぞれのインスタンスでもう保護が提供できているという状態になります。このようにホスト型であれば、 インスタンススタ増減時の考慮はもともとしておかなくても大丈夫また障害があった時の対応というのもインスタンス単位での対応となりますので安心ですあと最後に必要な時に必要な分だけ導入することができるということで結果的にコストメリットも出てくるという点が挙げられますこのように AWS のセキュリティ対策にはコスト型での実装というのをおすすめしています 続いて、オートスケーリングへの対応です。ディープセキュリティでは、この AWS マネジメントコンソールと連携をさせることで、インスタンスの一覧をディープセキュリティ側にこう同期をさせることができます。ですので、例えば、スケールアウト、スケールインをしたインスタンスの情報も、リアルタイムにディープセキュリティ側で確認をすることができます。また、オートスケーリングで自動的に増えるインスタンスを、 自動的に保護するっていうことも可能ですこれまでは新しく起動したインスタンスに対しては今何もセキュリティ対策施されてないので管理者の方がログインをしてセキュリティ対策ソフトを導入するで設定するっていうような手間が発生したとしていたと思うんですけれどもディープセキュリティであれば全て自動化をすることができますまた一時的な増加分についてはライセンスの追加もなしで無料でご利用いただける枠もありますので安心かと思います 今ご紹介したような3つの理由からディープセキュリティは AWS 環境にぴったりだということをご紹介させていただきましたここまではディープセキュリティの概要をご紹介したんですけれどもここからは今のディープセキュリティというのを使ったセキュリティ対策を実際に導入運用するときにどう効率化自動化できるかというところについてご紹介できればと思います 皆さん、デブオプスという言葉は聞いたことありますでしょうか今回の AWS サミットでもたくさんのセッションの中でデブオプスという言葉が出ているのでもう聞いたことありますよという方が多いと思うんですけれども従来はその開発者と運用者の間にはそのミッションの違いから大きな壁があり IT サービスの新規のリリースや新しく更新をするという時に長い時間が割かれてしまっているという課題がありました。 でそこで今現在の潮流としては開発チームと運用チームがもっと協力をしてビジネスニーズに対して IT サービスの開発をもっと柔軟にもっとスピーディーに行っていくっていうような考え方が DevOps の基本的な考え方ですでこの考えはもう今スタートアップの企業だけではなくてエンタープライズの企業にまで浸透し始めているんじゃないかなというふうに思いますで、 このデブオプスの考え方にセキュリティの要素も加えて開発のスピードを落とすことなくセキュリティも担保していくというライフサイクルをデブセックオプスというふうに呼んでいます。これは最近浸透し始めたかなっていう感じの用語でまだ新しい用語なんですけれども従来のセキュリティプロセスをデブオプスに適用した場合にはせっかく IT サービスを迅速にリリースしようとしたもうそのセキュリティプロセスに準拠させる例えば脆弱性診断をして脆弱性を潰していくとかそういう準拠させるために追加で数ヶ月かかってしまうという時間のロスがあったと言われていますなのでセキュリティももデブオプスの考え方に沿った素早いスピードで提供をして開発チームと 運用チームとセキュリティチームの3チームが一体となってプロジェクトを推進していくニーズが高まってきています。でですね、ディープセキュリティでは今の DevSecOps のライフサイクルを支援するようなセキュリティの導入と運用を自動化するためのツール群っていうのを GitHub でいくつか公開をしています。 ちょっと左右で分けているんですけれども左側が導入用のツール右側が運用でお使いいただけるツールというふうに分かれています導入用のツールとしては AWS のサービスでいうとクラウドフォーメーションやエラスティックビーンストークまたシェフやアンシブルといったツールにも対応しています運用ツールとしては AWS のサービスでは AWS コンフィグルールズ AWSWAF インスペクターといったようなサービスに対応しています。今日はお時間の関係もあるので、ここで赤字にしている3つのクラウドフォーメーションと AWSBAF、Amazon インスペクターと3つの連携ツールについて、少し細かくご紹介をしていきたいと思います。まず1つ目のツール、クラウドフォーメーションでのディープセキュリティの導入についてです。 クラウドフォーメーションを皆さんご存知の方多いかなと思うんですけれども、AWS の EC2 とか ELB といったリソースの環境構築をテンプレートと呼ばれるようなその設定をファイルですね、をもとに自動化、自動的に構築をできるというようなサービスになっていますで。ディープセキュリティを使う上で必要となってくる構成としてはです、ね、ここに出ているような左上のディープセキュリティマネージャーという構成 管理マネージャーとあとは実際に保護をするインスタンスに入れるディープセキュリティエージェントという2つの一般的な親子関係を取ります今からご紹介するクラウドフォーメーションのテンプレートではこちらの官僚のマネージャーの構築をいくつかクリックするだけでも簡単にできますよというご紹介になりますちょっと 簡単な動画なんですがクラウドフォーメーションの設定ファイルテンプレートはこのように GitHub で公開をしています用意しているテンプレートはいくつか種類があるんですけれども今回は RedHat で DeepSecurityManager を稼働させるテンプレートっていうのを選んでいますでテンプレートはこのままお使いいただいても大丈夫ですし一部カスタマイズしてお客様の好みの通りですねカスタマイズしてお使いいただくこともできます これをダウンロードして使いますで。今見たテンプレートを実際に使ってスタックを作成する流れっていうのはここで見てみましょう。先ほどの GitHub のページからダウンロードしたテンプレートを使って新しいスタックを作成します。ここで先ほどのテンプレートを選択します。 あとはもうパラメータが出てきますのでそれに入力していくだけなんですけれどもこれ名前を入れてあとは起動する EC2 で使うキーペアを選択をしますと起動する VPC データベースの管理者のパスワードの設定データベースの種類は組み込みのアパッチダービーのデータベースかオラクルか MSS キルのどれかを選択します。 あとは管理者、ディープセキュリティマネージャーの管理者用のパスワードを設定します。あとは ELB とかポートを変更する場合にはこちらで設定変更を行い、あとはディープセキュリティのライセンスコードを入力します。と、構築するサブネットを選択する、こんなような簡単な内容を入れていくだけでもう終わりですね、設定は。 であとは、さっき入力した情報を確認をして、スタックを作成します。でスタックの作成、今プロ、作成中ですけれども、作成が完了したら、アウトプットというタブのところに、ディープセキュリティマネージャーにアクセスする URL が出てきますので、こちらをクリックして、ディープセキュリティマネージャーにログインを行います。 これがディープセキュリティマネージャーの管理コンソールの画面になっています。今回ちょっと英語になってるんですけど、日本語版でももちろんあります。で今、管理対象になっているコンピューターですね、見てみると、このように自動的に今アクセスしていた AWS アカウントの全リージョンの EC2 インスタンスの一覧が初めから確認できるようになっています。でマネージャー自身も1個のインスタンスなので、マネージャー自身も初めから 自動的ににセキュリティ保護が有効になっってている状態で立ち上がってきますなので、このまますぐにお使いいただけるというような話になっていますで。今ご紹介したように、クラウドフォーメーションのテンプレートからスタックを作成するだけで管理マネージャーの構築は完了します。じゃあ、この後何するかというと、実際に保護を提供したいインスタンス側で このようにスクリプトを実行するだけで簡単にエージェントをインストールできますのでそのスクリプトを実行して保護が開始されるというようなイメージになります続いて今はクラウドフォーメーションのご紹介だったんですけれども運用ツールの方に移りまして AWSWAF との連携についてご紹介します皆さんも AWSWAF って使ったことありますでしょうか まだ割と新しいサービスなので触ったことないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども昨年の10月にリリースをされた AWS のセキュリティサービスの一つです。書いてある通りなんですけど Web アプリケーションに対するトラフィックをフィルタリングを行いまして AWS 上で動作をする Web アプリケーションを保護するというサービスになっています。具体的には下の方にあのアイコンで3つ書いてるんですけれどもカスタムルールによるフィルタリングや SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティングといった非常によくある攻撃についての対策などをこちらの AWSWAF では実現できますディープセキュリティにも WAF に近い機能がありますのでちょっとここで AWSWAF とディープセキュリティ何が違うんですかっていう点についてご紹介をできればと思いますまず左側の監視対象のレイヤーが違いますよというお話です ディープセキュリティはこの範囲、今赤くなっている範囲をカバーをしているんですけれども、下位3層は AWS のセキュリティ機能を使ってもカバーすることができます。また、AWS は、上の緑のところなんですけれども、あのウェブアプリケーションのトラフィックをフィルタリングする機能ですので、第7層の部分に対応しています。で続いて右側の対策場所の方に移っていきます。 AWSWAF は今のところクラウドフロントと連携をして動作をしますのでユーザーがアクセスするユーザー上にいますね上からアクセスしてくる最も初めの段階でアクセスをフィルタリングすることができますただ AWSWAF でブロックできない攻撃などについてはオリジンのインスタンス側の方でディープセキュリティが守っていきます このような使い分けをすることによってよく攻撃される SQL インジェクションとかクロスサイトスクリプティングといったものについてはできるだけオリジンのデータから遠いところでブロックをしていくそしてそ,のそれぞれサーバー固有の脆弱性についてはインスタンスごとに保護をしていくというような形をとっていきますで今ご紹介した AWSWAF なんですけれどもこの真ん中の SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティング から守るっていう設定できるっていう話をしたんですけれどもこのルール自体は実はお客様が自分でマネジメントコンソールで設定をしていく必要があります普段からは不とかそのセキュリティ対策製品の設定に慣れてらっしゃる方であれば割と簡単な設定かなと思うんですけれども普段そういう設定に慣れてないですよっていう方にとってはなかなか難しい設定内容になっているかなと思います なのでそこでディープセキュリティの AWSWAF 連携ツールという GitHub にあるツールがあるんですけどそれを使うことで AWSWAF 用のルールセットを自動的に生成することができます動作のイメージとしましてはこれ右側がディープセキュリティの管理マネージャーなんですがまずはディープセキュリティエージェントが導入されているこのインスタンスこちらですね に SQL インンジェクションの脆弱性があることを確認しますでこれはディープセキュリティの機能で自動的に判定をすることができるようになっていますでその後 GitHub のツールを実行することで AWS WAF 側に SQL インジェクションやクロスサイトスクリプティングのルールっていうのを作成して自動的に WebACL に適用します これで攻撃者が攻撃を行ってきたとしても AWS バフの部分である程度ブロックをできるようになったというような形になります実際のツールを実行する流れについて見ていこうと思いますまずクラウドフロントのオリジンに設定されているインスタンスが1台ありますこれはこの1台ですねちょっとリースブレて見えないと思うんですけど 行動で説明しますで今のインスタンスをディープセキュリティの管理コンソールから見てみますとこんな感じで見えてくるんですがコンピュータというところの配下に1台先ほどのインスタンスがありますでも今管理対象になっています 続いてディープセキュリティの方から今のインスタンスについて SQL インジェクションの脆弱性があるかどうかというチェックを行っていきます。であらかじめあの冒頭にご説明した推奨設定の検索という検索を行っておりますのでここでその結果を見てみます。と もう見えないと思うんですけど、ルールがバーっと出てきています。で、この中には今、SQL インジェクションっていうワードで検索をして、これだけのルールが出てきています。で、非常に見にくいと思うんですけれども、ルール1個1個のところに、この旗が立っています。このフラグが立っているところは、リープセキュリティが、このインスタンスにはこのルールが必要だという、判定をしたというルールになります、あのルールにチェックが入ってますので、これだけ SQL インジェクション対策用のルールが必要だと思われていると。 ということは脆弱性があるんだろうという判定ができるということです。で今まだ何も設定してない状態で一度 AWSWAF 側の設定を確認しておこうと思います。 1> 今1個だけ WebACL あるんですけれども、実際には中身は何も入ってなくてですね、空の、ここ何も入ってないって書いてあるんですけど、空の WebACL がクラウドフロントに紐づいていますで。SQL インジェクション用のコンディションも何も設定されていない状態です。空っぽですね。でこの状態で実際に GitHub のツールを実行してルールを作成していきます。 リナックスマシンで GitHub のツールをダウンロードしてきて実行をしますでツールは Python のコードになっておりますのでそれを実行するだけなんですけれどもまず最初に CreateMatch というオプションを使ってコードを実行しますそうすることによって SQL インジェクション用のコンディションを AWSWAF に作成をすることができます今も実行したのでその結果を WAF 側の設定で見てみます そうするとこんな感じで先ほど何もなかったんですけれども今ツールを実行したことによって1個ディープセキュリティー SQL インジェクション用のコンディションっていうのが作成されていますで内容を見てみると7個のフィルターがこのように自動的に作成されていますで今コンディションを作りましたので続いてもう一度ツールを実行しまして 今、えっと、管理している EC2 インスタンスの中でどれが脆弱性があるのかというチェックを行ってみたいと思います。で先ほどは CreateMatch というオプションを使ったんですけれども今回はリストですね L というオプションを指定してツールを実行します。で見えないと思うんですけど実行するとこのような感じであのインスタンスの一覧がばばっと出てきます。 でその横に true とか false とか書いてありますでその true って書いてあるインスタンスは SQL インジェクションの脆弱性がありますよということが分かりますで今 SQL インジェクションの脆弱性があるインスタンスっていうのが分かりましたので続いて今度は実際に WAF 側にルールを適用しようと思いますまた同じツールを実行するんですけれども 今度はクリエイトルールというオプションを使って実際の WebACL にルールを設定していきます。で実行した結果、もう一度 WAF の方の設定を見てみますと。先ほどからだったルールにちょっと前のステップで作成をした SQL インジェクション用のルールっていうのがこのように勝手に紐付けられているっていうのが分かると思います。 なので、このようにツールで CLI をいくつか実行するだけで自動的に AWS バックの設定をすることができるということがお分かりいただけたかなというふうに思います。それでは3つ目ですね。最後に Amazon Inspector との連携ツールについてご紹介をします。Amazon Inspector も 新しいサービスなので、まだご存じない方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、こちらも昨年10月に発表された AWS のセキュリティサービスですが、実際にリリースされたのは今年の4月なので、比較的新しいサービスになっています。アプリケーションのセキュリティ診断ツールとなっておりまして、ここに書いてあるような、ビルトインのルールパッケージを選んで、それにマッチする脆弱性をピックアップしていく、診断を行うというものになっています。 で診断を行うと対象のインスタンスにどんな脆弱性があるかっていう判別がされるんですけれどもその診断後の対策については結局自分でやる必要がありましてそこをディープセキュリティで実現することができます動作のイメージとしてはまずは Amazon スペクターが該当のインスタンスについてアセスメント診断を行います で結果として、こんな感じでこういう脆弱性がありますよってリストアップをされます。でこのアセスメント結果をもとにディープセキュリティが自動的に脆弱性に対応する仮想パッチの適用を行います。この結果、攻撃者が攻撃をしてきたとしてもディープセキュリティの仮想パッチによってインスタンスは保護されます。こういった流れの連携になります。 今このツールだけちょっとまだデモ動画のご用意がないんですけれどもなぜかというと現在開発チームの方でコードの最終チェック中になっておりますなので数週間以内にはこの今使えるコードっていうのがアップデートされると思いますので皆様も新しいバージョンのものが出たらぜひお試しくださいそれでは最後のまとめになります このセッションでは、まず AWS とユーザーの責任共有モデルについてご紹介をしました。また、クラウドのセキュリティ対策のポイント3つご紹介しました。1つ目は多層防御。2つ目はホスト型での実装。3つ目は柔軟な構成や課金モデルでオートスケーリングに対応するというポイントですね。これをご紹介しました。最後に DevSecOps の考えに基づいてセキュリティの 導入運用を自動化するためのツールこういったツールを GitHub で公開していることをご紹介しましたディープセキュリティはその従来のセキュリティ製品と違ってその専任の担当者ではないディベロッパーの方や運用者の方にとっても非常に使いやすい製品だというふうに認識していただければ幸いです も今すぐ使ってみたいですよという方向けにちょっと2つご案内をさせてください。まず左側ですね、Deep Security as a Service というものを使うと、さっきあの管理サーバーが必要ですよという話をしたんですけれども、これは s a ス s 版になってますので、管理サーバーはトレンドマイクロがホストしているものを使えます。なので管理サーバーなしでいきなりエージェントが使えるというものですね。を使えるので、30日間無料ですべての機能をお使いいただくことができます。 これは dSARS, dSAS っていう形で検索していただくとすぐに該当のページ出てきますので、興味のある方はぜひ検索してみてください。またそうじゃなくて、あの実際にインストラクターと一緒にハンズオントレーニングを行うっていうセッションもご用意しています。これ右側の案内なんですけれども、毎月1回無料のハンズオンセミナーっていうのをやってます。 直近,直近の日程だと6月14日なんですけれども7月以降も毎月やってますので興味のある方はこちらもぜひご参加くださいあとお手元につらしが置いてあると思いますのでそちらもご確認くださいでここまですごくディープセキュリティのご紹介をするといく,いくらなんだっていうことを気になる方もいらっしゃるかなと思いましたので参考情報としてご紹介します ディープセキュリティは利用する機能によってライセンスが変わってくるんですけれども全部の機能を使っても1インスタンスあたり大体1万2000円あ月々1万2000円 IDS、IPS 機能だけ使いたいですよという場合であればもう月々7000円ぐらいになりますのでなりますもうちょっと細かいところを知りたいという場合にはトレンドマイクロのブースまでぜひお越しください 少しでも今日ご紹介したディープセキュリティーや GitHub のツールに興味を持っていただいた方は、ぜひです、ね、あの会場を出て左側にある展示会場を入ってすぐのところにトレンドマイクロのブースございますので、ぜひお越しください。私のセッションの内容は以上となります。ごごご聴あありりががととううざざいいままししたた岩井様